皆さん、にじゃあ。ただめり第151回日照簿記検定3級に関する回答速報を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。えー、そうしましたらですね、えー、本日実施されました日照簿記検定3級の速報ということでね、えー、お時間30分ほど頂戴いたしまして、えー、こちら今日の本試験についての、まあ、要点用紙。 え、これをですね、えー、私の方からお話をさせていただこうと思います。でですね、まあこれも毎回毎回同じ話ばっかりいつもするんですけど、あのー、私どもレックのホームページの方ではですね、えー、今回の産休に関する模範回答、まあ予想回答ですね、えー、予想回答をアップさせていただいております。 従いまして、まあ、まだご覧いただいてないよという方は、ぜひですね、私どものホームページの方アクセスをしていただいてで、そちらの方でご確認をいただければというふうに思うんですけども、ちょっとまあ僕も紙ベースで作ってきたものをご用意したんですが、はい、これね、え産、ー、業の回答そこ第1問から第5問までもうすべて出てます。で、その確認をしていただくときに1点だけお願いがございます。で、これね、 毎回ご要望も非常に強いというところがございますんで、これね、す、え、べ、ー、ての回答に私どもの考える予想配点ね、予想配点を付けさせていただいております。まあ、第1問は誰かどう見たって4.5問なんですが、そこからあとね、まあ第2問であったり、あとはちょっとわかりやすいの第3問とかかな、第3問資産表に関する配点箇所とか、 あ第4問、商品有高調の予想配点箇所とか、さらには第5問の PLBS の予想配点箇所ですね。えー、こういったもの、ちょっと付けさせていただいております。で、これに基づいてね、まあ皆さん方に、えー、今日ご回答いただいた内容のね、まあ予想ベースではありますけど、自己採点。なんかにご活用いただければいいかなというところがございまして、 まあ、今回も予想配点つけさせていただいてるんですが、これはあの、繰り返し申し上げとる通り、あくまでも予想なので、えー、過去の本試験の傾向等々を勘案してですね、えー、私どもが本当に予想ベースで作ったものです。で、何が言いたいかというと、あの、日商さんが、あー本試験の採点箇所、これ公表しておられませんので、従いまして、 まあ私どもでつけるしかないというところがあってですね。まあ問題の質などを勘案してえ、おそらくこういった形になるだろうという形で付けさせていただいたものなんですで。そうするとね、まあ当然これ実際に西尾さんが本試験採点でご活用になる採点箇所とは当然一致はしない可能性があります。従いまして、あの、自己採点の結果についてなんですけども、まあ大体ね、プラマイ5点から10点、 10点持っといてもらえば間違いないんですけどもあのプラマイ5点ぐらい5点から10点ぐらいの幅を持って、えー、自己採点の結果というのは捉えていただきたいんですよ。だすなわち私どもの予想回転で採点した結果あ68点だった。ね。あ、ダメだもう落ちた。もう暗記しねえ。ね <laughs> 暗記しなくなる必要はないんですけどあのそういうふうに変に落ち込む必要はないです。あの実際に ね、日照さんが採点をされてで、えー、結果が届くまではもうどうなるか分かんないわけですからあくまでも私どもがこう公表させていただいている配点箇所というのは予想のものなんで一つの目安としてご活用ににななっていいいたただくとととありりがたいというところになります、まあおそらく10点を超えるような誤差っていうのは出ないと思いますし過去の本試験でもそういうのはないんで大丈夫だとは思うんですが。 まあ大体プラマイ5点ぐらいの幅には収まっちゃいるんですけども、あくまでも予想なんで、ね、一つの指針という形で捉えていただければありがたいというふうに思いますんでね。まあその点だけはぜひ、えー、予想配当、ね、予想配当じゃねい予想配点という前提だよと。回答解説の内容を主軸に捉えていただいて、えー、チェックを進めていただくようにお願いをしたいというふうに思います。 で、まあそれが前振りになりましてね。えー、じゃあ今日の本試験の状況なんですけど、皆さん、どうかなまあ、あここに至るまでね、皆さん方、あ本当に日々、学校であったりとか、お仕事であったりとか、他にもやることがありながら、まあ限られた時間の中でね、本当に睡眠時間をずるような形で勉強していただいて、今日の日を迎えられたと思います。ま,あ、ましては、産休の試験については、どうしても朝がちょっと早いんでね、普段、 ね、どうしてもやっぱり日曜日っていうのは日々の疲れを癒す日いうところになるとは思うんだけども、まあ、そんな中ね早起きをしていただいてねえー、いきなれない試験解除に向かっていただいて緊張の中本試験の問題解いていただいたとこういうとこだと思います。まあ、それだけでもね本当に気疲れしちゃうかなっていうところはあるんだけどもまあそういったねご苦労していただいて受けていただいた、まあ、今日の試験についてなんですけどもどうですか皆さん。 実際の本試験解いてみていろいろ思われるところはあるかなとは思うんですが、えー、まず今日の問題を僕が解いた感想率直な感想を申し上げるとまずあの内容としては極めて波ね極めて一般的なレベル本試験の3級の問題という前提で言うとまあ波レベルの問題であろうというふうに僕は思いますまあ当然パートパートでねちょっと考えなきゃいけないようなところは含まれてたりはするけども まあ、あくまでも100点満点のうちの70点合格の試験なのよ。で、70点をまず確保すれば目標は達成できるんだよ。そういう前提で考えた場合には、あの、図抜けて難しいとかっていうことは当然ないし、まあ、また逆に図抜けて簡単ということもないんで、極めて一般的な、ね、えー、通常レベルの産休の問題だろうというふうに僕は思いました。従いまして、 まあ少し言い回しとか相も変わらず読み取りづらいところはあるけどねまあ受験生さんに関して申し上げれば今回の受験生さんに関して申し上げればしっかりとねやるべき努力をやってきていただいた方であればあ十二分に、えー、正当な評価をしてもらえる問題だったんじゃないかなというふうに僕は思いますで逆に言うと、まあ、これよりも問題簡単にしてしまったらですね3級の 資格保有者に対してねちょっと評価っていうのはどうなのっていうところは逆にあると思いますしまあこれ以上難しくしすぎてしまってもね3級という入り口のまず資格を取っていただくという意味では不適切だと思うのでもう本当に僕バランスが取れたらいい問題だなと思いますよねであくまでも合格をするという前提で申し上げれば全体としてはいい問題なんだと思います、えー、いわゆる奇数問題はね、まあ、皆さん方にとっての攻めとか当然そこですから135 おーここをまず確実に攻めてっていただいて、ある程度合格に近い点数を確保して、で、2問4問でカバーするっていう、本当にベーシックな回答要領が取れたでしょだからそういう意味からしても妥当な問題だとは思うので、えー、これはですね、まあ、しっかりと努力された方は、まあ、繰り返しになってしまうけども、正当な評価を受けられる試験だと思いました。まずそれが、僕がこの問題を見た所感。 ですでその上でねまあ、各論点各問題についてのまあ特性というところを申し上げればそうだな例えば第1問あたり第1問あたりに関してはうーんどうだろうかまあ少しね初傾向の問題なんかも入っちゃいます例えば3番目あたりの問題はね「土地付き建物買いました」ね。ね で、そのうち建物代金が100万で、土地の代金が300万で、まあ内訳言ってるけど、当然これ土地付き建物買ったよって言ったって、土地っつうのは喧価商却やれない項目だし、建物っつうのは喧価商却やんなきゃいけないものでしょしたがってこの二つをごっちゃに記録することはできないから。まあ当たり前だけど土地は土地、建物は建物。わけで資産で記録する。で、その土地勘定や建物勘定に記録するべき取得原価っつうのは当然売買手数入れなきゃいけないですから。 で今回は、それぞれの売買価格の3%を上乗せた金額になります。支払い方がね。えー、3%分の手数料に乗りますよって言ってますから、例えばですけど、建物に関して言えば、ね、購入価格100万。で、それに3%の、まあ、手数料が乗るってことは、100万 ×1.03。やっていただければ、手数料ひっくりめた数字になります。103万。で、これが借り方側に、建物、記録すべき金額でしょ話になるし。 で、同じ要領で借り方とじやっていただければ、両者の合算値が貸し方の普通預金になりますから。まあそういった意味ではね、出題傾向としてはちょっと目新しかったけども、しっかりと指示を読んでいただいて、えー、対応していただければ十分対応はできただろうな、いうふうに思いますし、あとちょっと怖かったのが4番。まあ書いてあるからあんまり問題ないかもしれないけど、4番がね、パッと見これ国示現金の処理に見えるんだよね。国示現金の処理に見える。見えるけど、 まあ問題文で書いてあるとり、告示じゃないから、未払い金計上しますって言ってるんで、まあ使える勘定科目の中に告示現金なんかもあったりするからね、ちゃんと問題文読んないとうっかりミスが出やすいですけども、まあでもちゃんと問題文読んでりゃなんてことない話だとは思うんで、まあそういったところではね、もう当たり前の話なんだけども、しっかりと問題なしに従って回答を立てるという手続きを取ってっていただければ、一般的に第一問仕分けの問題、5つ説問があるうちの3つは確実に拾いましょう。 ね、大体そんな風に言うじゃないですかその前提で考えればもう十分、えー、今日の問題であれば3つ説も回答しきるっていうのはできたと思うんでまあそういう意味ではねまあ両問なのかないう風に思いますよで5番の問題なんかでね少し利息の計算をやったりしなきゃいけないところもあったりするけどもねここはもう結構新卒にね借入れ金100万円のうち今返済するのは元金20万円分じゃあもともと100万で何のために言ってるのって言ったらこれ利息計算のために載ってるんだよ ねで、そこだけしっかりと皆さん読み取りをしていただければ、そうだな。実際そんなに難しいこともなかったような気がするんだけどね。あーそういう意味でやっぱり第1問なんかは解きやすいかな。で、第2問の勘定推定。今回は改革金勘定とその明細を記録する、えー、改革金元帳。 で、この、相互の関係性に基づいて推定やってくださいって話ですけど、まあ、これなんかはね、もう基本的に改革金勘定と、い改革金元帳における北海道商店、沖縄商店の講座。これ同じ日付のところをね、チェックしながら読んでいくっていうのも基本ですから、だって改革金勘定の記録があって、その内訳明細表、どの仕入れ先に対する改革金が増えたり減ったりしてるんですかって書いてるのが改革金元帳なんだから、その基本的な体系だけしっかり読んどいてもらうことができればね、 ま、推定ですから、全部が全部回答しきるってのはちょっと難しかったかもしんないけども、10点の問題のうちの5点ぐらいは取れたんじゃないですか。ね。で、半分できればもう同じじゃないですか。まあ、当然満点狙っていただいて大いに結構なんだけどもおー、ただね、別にこの第二問ができないことによって落ちちゃうことはないわけですから。ああ、半分取りりりゃもう同じですからね。 まあご自分でねそういった日付の関係性に基づくデータ推認というのをしっかり起こしてっていただいてねええー、点数積んでってもらえればそれでよかったと思うしで今日僕がまあこれはちょっと人によっていろいろあるかもしれないけど僕個人的にはね今日の第3問は相当解きやすかったと思いますねあのそれは簡単という意味ではなくて あの本来産休の受験生が持つべき内容っていうのは持つべき知識というのは一通りこの問題通じても対応ができるのかなだかそういう意味ではベーシックな問題なんですよ。だからこれいい問題だと思いますけどね。で一般論で申し上げれば、まあ、ちゃんと産休の領域に属するような取引仕分けっていうのが起こせるようになってればこれもう満点狙いますよね。でしょで満点が実際厳しければ厳しくてもまあ7割で合格する試験だという前提を考えれば。 7割ぐらいやっぱ取れるでしょうでこの合計資産表を作ってください入っていうのはもうちょっと最近のブームでねでまあ僕はあ余計な話かもしれないですけど普段ね産級の授業ってあんまり僕担当してないんですよまあご承知の通り、えー、僕はね基本的に授業の回数まあコマが多いのが税理士なんですね税理士の会計科目とあと日商でいうと一級なんです 最近ちょっと2級のねあのざっくり版ってやつもやらせていただいてるんですけども3級はねほとんどダッチしてないんであの久方ぶりにっつうの,あの久しぶりに合計資表票作りましてねまあちょっと僕はね疲れた <laughs> あのね皆さんも疲れると思うけどね合計試算表だから慣れちゃうとね あの単純にプラスのキーだけで集計ができるからそれは楽だよねって話になるかもしれないけどどうしても資産表って言うと僕なんか残高資産表にね馴染んじゃってるんでもう税理士とか行くとあんまり合計資算がないですからそうするとですねうっかりミスが、まあ、僕なんかだとやっぱり出やすかったりするんだけど逆に言うとね近年の傾向だよということをご承知を聞いただいている方々産業の受験生さんの方々であればああ合計資算だねまた来たね いう感覚になれるでしょうからそういう意味ではね結構対応はしやすかったんじゃないかな有気は僕はするねこれね僕落ち着いてていい問題だと思いますまあ量も少ないわけでもなければ多いわけでもないね、まあまあ微妙微妙というかこう絶妙なとこだよね絶妙な量だしさでなおかつこれもあの上っ面で勉強してる人は結構引っかかるような言い回しを使ってたりするからね まあそういう意味では妥当なんじゃないですか。ああ、ちゃんとやるべきことをやり、理解すべきをしている方であれば点数は詰める。ね。逆に言うと少し上辺になっちゃってたなっていう方は多分引っかかるところがあっちこっちあったりする。仮店舗のための手数料とか。出てくるとね、店舗ちっていっから建物勘定入れんのかなとかって考えがちですけど、全く関係ないんだなの。仮店舗。ね。えー、出店のための手数料。ね。えー、話でございますから。まあそんなところはね、 あんまり問題ないかな。だって仮店舗だからこれ皆さんの持ち物じゃねえからね。建物に入れちゃっちゃまじいでしょ。ねえ、いう話ですから。まあそういったところちゃんと内容を理解しといてもらえれば比較的対応しやすかったような気がするんで、まあ僕はいい問題だと思いますね。で、その後の第4問は商品有高町なんですが、これは初めてだね。あの、基本的に有高町自体はまあ前から出てるんですけども、 大体有田課長って第2問の傾向なんで第4問で有田課長を出してきたっていうのがまあほぼ初めてかなでさらに言うと売上返品が入ってるっていうのもまあ珍しいほぼ確か僕の記憶では初めてなんですね3級で売上返品って僕見たことないような気がするんですけどお僕の記憶が正しければ初めてもしかしたらあるかもしれないけど僕の記憶にはないねないので3級で、えー、売上返品は多分初めてですね ただ、売上返品についてはどういうふうに書きなさいってのは問題上書いてくれた。受け入れだから書いてねて指示があったんで。まあ言われた通り書いてっていただければ、ああ、そんなにこれも問題なく解けるかな。端的に言うと、配点総配点が10点でしょくどいだけど、半分の5点ぐらいは十分狙います。十分狙います。で、それが達成できてれば、まあまず第一義的に目標はクリアでしょうから、あ特に問題ないと思うんだけど、でもこれいい問題だったね。 あのー、これね、説問が3つあって、問いの1が移動平均法に基づく商品ありだかを作れと、まあ、これは頑張ってちょっと作ってもらわなきゃいけないけどね。で、その上で、えー、説問2番が、移動平均法に基づいた場合の売上げ原価出せっつってんね、売上げ原価。で、売上げ原価出せっつってるんですけど、皆さん、これちゃんと自分で書いた話を考えてよ、あの売上げ原価っつったら、第一期的に、払い出しだからのトータルで求めたくなるでしょ。 でも今回売上返品があって返品分は受け入れだからに書いてありますよ当たり前だけど売上返品は一旦売り上げてますけどもそれが返ってきちまったって話は当然のことは売れてないんだから売上原価を求めるときには売上ごめんなさい払い出しだからのトータルから返品受けちゃった商品の原価さっぴかなきゃダメなんでねそこをちゃんとやんないとカッコ2番の回答にはならないこれね 僕いい質問だなと思いましたね。まあ偉そうですけどそんなこと言うと。でもね、これいい質問ですよ。ねだこれもさっきの話じゃないけど、やっぱ定型的に、上っ面でやっちゃうと、どうしたって払い出しだからトータルだ出したくなっちゃう。でも、売上返品受けたものは当たり前だけど、売上げ価にならないんで、それが、払い出しだからの中にも入っちゃってるじゃない。でちゃんとそれ引いてあげないと。ねだからそういったところ、をちゃんと自分の記入内容に基づいて確認ができれば、回答は出せるけど。 ね、うっかりミスをそのまんまやっちゃういつもこれだからこれだからっていう前提で問題解いちゃうとハマるよという説問にしてくれてるからまあ括弧二番なんかどうしたって払い出しだからトータル出したくなるよねで実際書いちゃった人もいると思うけどもただこの問題のいいところはおそらくですよ括弧二番ができないことってじゃあ第四問がまるまる失点になるかって言ったらならないんですねちゃんと括弧一番のところで有田勝ちを作らせてくれてるんでそこはちゃんと作ればおそらくですけど半分ぐらいはもう取れるはずです ね、その上でさらに上乗せちゃんと内容を理解してる人は加点してあげるよっていう問題だから僕そういう意味ではいい質問だなとは思いますねで一番最後の先入れ先出しはねあのちょっとボックスみたいに作っていただいて、まあ、端的に先入れ先出しようですから先に持ってたもんか先に売れるでしょ言い方変えると常に売れ残んのは一番最後に買った商品ですからえ絶対そうなる 常に売れ残るのは一番最後に買った商品。ってことは、あ月末の段階で残ってる商品の数は20個でしょこれ有田課長作ればわかるじゃないですか。移動平均法でもう20個残るってのは分かってるじゃん。そこは先入れだろうが移動平均法だろうが関係ないですよ。個数の話ですから。じゃあその20個はって言ったら一番最後に買ったやつ、すなわち、えー、問題資料に載ってた6月10日に買ったやつから構成されるはずだから。でしょで、それで計算しちゃえば簡単にカッ3番は出せるんです。出せるんだけども、 まあちょっとそこに気づかないとね、有田課長を作ってみようかなとかって話にもなりがちですが、まあ作ったって別にいいですけども、ただそれをやるときはやっぱり時間との兼ね合い。ね。えー、時間との兼ね合いを考慮しなきゃいけなかったと思うんで、まあそれをやることに専念しすぎちゃって、第3問が途中で終わっちゃうとか、第5問が途中で終わっちゃうとか、そういうことなければ全然問題ないと思うんですけどもね。だから、第3問ないし第5問のどっちかが残ってる前提でこの問いの4番やった方は、 カッコ3番の事例、もし有田課長を作って出そうと思われてんだったら一旦置いといた方がいいだろうね。で、他の問題って余った時間で戻ると。まあそういったところは必要だったような気がするけども、まあいずれにしてもね、えー、そんな前提での回答要領が取れてれば問題ないのかな。で、第5問が PLBS でございますが、まあここら辺はね、3級の、っていうか、 現行の出題区分に基づく産休の最終回としては、まあ妥当な改定しなのかな。あのー、今回 PL と BS 作っていただいております。まあ今後ですね、皆さんご承知の通り、えー、次の6月の試験から年度変わりしますんで、年度変わっちまうと産休に関しては株式会社の募金に切り替わります。もう抜本的な出題ハイの改正がある。そうするとね、まあ、端的な話、借対借の純一さん、サイ藤純一さんでしょ。 産休の場合には基本的に純資産って言ったら資本金と当期純利益、えー、ぐらいしかないんですけども、まあ、株式会社になるともうちょっと純資産の項目増えますんでねだからそういう意味ではまあそうね3級の最後にふさわしいというのかな一つ回答用紙にはなってたような気がするでただねあの今日の第5問は 有形固定資産の関連がちょっとめんどくさいですけど例えば基中に車両の売却やった時にご処理ですよねねまあこれ乗ってる仕分けを見ていただければ一目瞭然ですけど減価償却累計益減らしてないんで減らしてないことによって売却損が過大に計上されてますからそこ直さなきゃいけないさらには備品を基中に取得してるから期末決算に至るまでね当期使った期間分だけ減価償却計算をやってね月割計算ですねでそこら辺の必要性の判断をしなきゃいけないんで まあ有形固定資産の関連は少し難し難かったかなという気はしますでただ、有形固定資産の関連論点以外は比較的低、えー、対応しやすいですよ。でしょだって有形固定資産と、まあ、当然それに関する原価衝撃計算。それ以外はそんなにつるんげたものがないから、やっぱりね、有形固定資産関連の誤答が出てしまったとしてもですよ。 おその他の論点をしっかりと対応していくことができればまあおおむね7割ぐらいの得点条件になるはずなんでまあそういう意味ではやっぱりこれも妥当な問題じゃないですか例えばあ売り確金回収時に借り受けで処理してましたそこの補正やってから貸し出しでき金の見積もり計算やってこんなのはもう今までも踏襲してる出し方ですからそういう意味では落ち着いてるまあ逆に言うと本来産休の受験生さんに持っといてもらいたい知識というのがねえ 今までの試験の傾向を大きく外すことがなくそのまま出てるという問題だと思うのでまだ全体的に本当にバランスが取れた僕はいい問題だなっていう気はしましたね。で繰り返しになりますけど図抜けて簡単なんていうことはないしまあかといって図抜けて難しいということもないまあ一般的なレベルの3級だったというふうに思いますんでね。まあ、だから今日 この試験で、えー、しっかりと結果を出すことができた方は、まあ、3級で求められる知識というものは確実に自分の中で身につけたんだなというふうに考えてもらえれば僕はいいと思うし、まあ、逆に言うとね今回の試験でちょっとミスってしまったとねえー、70という合格点数に達しなかったという方も当然いらっしゃると思う、ね、いらっしゃると思うけどもその方々は、まあ、すぐに今やれって言ってもね気持ちがなかなか乗らないとは思うんだけども23日経ったらね 是非ここまでの努力を無駄にしないためにも見直しをしてほしいのが今日の問題の第3問とか第5問とかね次の試験から第5問は少し変わってしまうっちゃ変わってしまうけどもただ土台は変わらないのでえ、えー、そうすると今日の第3問とか第5問は3級の論点、ね、本試験合格するために皆さんが身につけなきゃいけない知識。 えー、そういったものを確認するには駆動、まあ、用だけど僕はいい問題になってると思うのでっていうことはこれをまずしっかりねえできるところまで持っていく言い方変えるとなぜ答えがずれてしまったのかの確認をしておくで確認をしたら当然そこの内容ね僕はこう考えてこういう答えになってしまったんだけども生徒はこうなってるじゃあなんでそういうずれが生じてんのかねそこに至る過程をねちゃんと自分の中で原因を突き詰める単なるうっかりミス 単なる問題の読み違いだったらいいけども根本的に問題の解釈が違っちゃったっていうのはやっぱりベースのところがね固まりきってなかったんだっていうことですからね一回失敗したものをそのままほっぽっとくのはもったいないねええー、せっかく試験受けたんだから高いお金払ってねそこの間違ってしまったところをしっかりとここで補正をしておけばねそれは皆さんの中に生きた知識として残るはずですからねえだからそういう前提でご活用いただきたいなと。 まあ、いうふうに思います。はい。ということでね、まあ、もう、なんちゃかんじゃでぼツぼつ時間でございますんで、今日の試験に関しては、まあ、そんなところが速報だよ、というところになるんですけども、まあ、あ先ほど申し上げました通り、僕は普段ね、あの、税理士の授業であったり、一級の授業を担当しているものなんで、なかなか3級のね、皆さんとお会いすることも機会としてないんですが、というか、もう、これしかないんですけど、ね。まあ、あ今の試験、 ね、非常にまあ難しくなっているのが日照募金検定の傾向であるのは間違いないっちゃ間違いないんですけども、まあ、今言った通り今日の産業で一つ傾向、ね、結果を出すことができれば産、ね、業の力というのは身につけていただくことができたんでぜひね、えー、その上であったりとかさらにその上、えー、前向きにご検討いただいてさらなるス,、えー、ステップアップですねスキルアップというものを図っていただけると嬉しいなというふうに思います。 はい、以上で本日の回答速報会は終了となります。皆さんお疲れ様でございました。